株式会社タバックは、東京都練馬区にあるアフレコや映像作品の音響制作、編集などを担当するポストプロダクションである。1973年、東京都新宿区北新宿に、東映動画技術家の録音部門、編集部門が独立して設立された。都営オーディオビジュアルアートセンターの各頭文字を、とって、トバーツと名付けられた。 東映アニメーションの連結子会社であり、主に同社制作アニメーション作品のアフレコ、ダビング、編集などを業務している。東映本社で実写作品を手掛ける編集、録音技師も多数所属していた。本社は2015年9月までは新宿区にあり、社名と同盟のアフレコスタジオを運営、40年以上の長期にわたり東映アニメーション作品をはじめとした。 多数のアニメーション作品のアフレコが担当されてきたが、ビルの老朽化や、耐震状の問題から2015年9月に、スタジオが閉鎖された。本スタジオでの最終収録作品は、映画号、プリンセスプリキュア号、号、号華3本立て、であった。録音スタジオ業務は、練馬区東大泉の東映東京を撮影所内に、ある、東映グループ運営の東映デジタルセンターに引き継ぎ、 編集スタジオに関しても大泉に移転、スタジオ閉鎖に伴い事務所を含め全面的に大泉に移転した。長年にわたり、同所で数多くの作品のアフレコ等に使用されたことから、声優やアニメ制作者をはじめとする関係者などが、ブログやツイッターで閉鎖を惜しむコメントや思い出を語った。北新宿スタジオは、閉鎖後の2017年3月スタイルキューブが、 新たに借り受け、自社スタジオ、スタジオイモとして運用されている。一方、タバックも2019年に渋谷区代々木に新録音スタジオを開設した。投影動画の作品は、ミラクル少女リミットちゃんから担当し、ドラゴンボールより、録音スタジオタバックとして、エンディングアニメーションに独立してクレジットされた。スタジオの移動後は、音響制作、タバックとしてクレジットされている。 東映動画の作品は、省略保か多数、ハット ABCD 株式会社、タバック第48期決算広告、アニメの音に異変あり、第1回東映アニメ1万本の音を守る、タバックの活躍に迫る、ステレオサウンドオンライン、2020年10月4日、閲覧、ABCDEF 町、ありがとうタバック、超オフィシャルブログ、昨日超明日、 パワードバイアメーバ。2015年9月17日、閲覧。アニメアフレコの聖地。最後の瞬間は、プリキュア島村優さんから私の一枚。朝日新聞デジタル &M2015 年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月9日閲覧。トランボスのツイート ABC ダバック。 林原めぐみオフィシャルブログ、林原めぐみのハートフルステーション、2015年8月28日、都市をふるかのツイートルカワわ歳をツイッター2018年5月27日分、記事より、ハットと市をふるかのツイートルカワわ歳をツイッター2019年3月25日分、記事より、ありがとうございます。